ようこそハリネプリンスチャンネル。あとなんかもうまだもうちょっとあるんです。ちょっとまた目に行きますが、これ多分お店の話だと思うんですけど、お客様と最初に何を話すか決めてますかっていう質問ですね。だから商売の話をしません。例えばダイヤモンド屋さんですね、はい、私はただダイヤモンドお探しですかとかそういうようなことは言わない。世間話からですか。うん、例えばまああんまりにも外れちゃいけませんよ。ああ、もちろん一元さんだから。でそうするとどっかお寄りになってらっしゃいましたって言って、はい、そうするとどことどことどこいいですよねあそこのって言って、うち高いですよって言って何て言うんだろう、お客様の何て言うんだろう、そのマイナスマイナスのあれをこう向こうじゃプラスだと思ってるわけじゃない。そうですね、高いとこ行きたいっていう、最後にハリミソン行きたいって言ったらそう思うわって、はい、だけどうち高いですよって言ったら相手の意見とは逆なことを言ってるわけじゃない。そうですね、うん、それと新婚旅行ってもうお決めになったんですかとか、はい、あ、うん、まあそうです、演芸場ですもんね、ハリミソン。そうそうそう、さでもまだ決めてませんよって言ったらさ、ダメダメ先に決めなきゃ。で、オナコードさんはとかっていろいろ聞いて、あなるほど、オナコードさんってこういうのあるからね、ご挨拶ってこういうふうにした方がいいですよ、はい、それはでもやっぱりこう年の子でしょ、年の子もありますよね、うん、若い人はそれ言わないでしょうね。だからやっぱりある程度のあれになってくると、だから必ず中山って言って次の時も来る、はい、あやっぱりでも冠婚葬祭はちょっと詳しく言った方がいいですね。もちろんです。そうですね、もう僕らの世代になるともう、うん、まあ、僕今年41ですけど、もう全然わからないです。だってご霊殿もご仏殿もわかんない人いっぱいいるもん。そうですね、うん、何言ってんのっていう時あるもんね。そうですね、もうね、観光葬祭やっぱりつきものなんでね、うん、あの商売やってる人はやっぱちゃんと覚えた方がいいですね。だから水敷人とってもそうでしょ、はいはいはい、うん、蝶結びでちゃんと白黒でも水敷になってるのは、はい、これは1万円以下の人はダメよっつって、はい、やっぱりそういうふうにそういうことも教えていかないといけないですよね。そうですね、まあ、今インターネットで調べちゃえば分かるんですけど、うん、やっぱり知識として持ってないとそこで話せないですもんね、うん、そう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 、うん、やっぱりそれそれって中山さんの世代はもう上教わりました。いやそんなことないと思いますよ。私はなんていうんだ、そういう世界にいたから、はい、おばも一人は芸者だったりとかね、あと下流会もいたのもいる。そうするとうるさかったし、はい、うん、だからありがたかったですよね。私の場合はそういう周りに師匠がいたからね、先生が。やっぱり出会いって大事ですね。あと時代が、私の時代がすごい良かったと思う。うん、高度成長前からですから。そうですよね。ご視聴ありがとうございます。皆様の質問を受けたまわっております。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。